皆さんは忘れ去られたゆるキャラをご存知だろうか？今日はそのゆるキャラについて紹介していこう。そのゆるキャラはその町の守り神的存在だ。これは大城くん松大城に日本史の教師が乗り移った姿だ。彼の魂は普段はそこら辺にいる日本史教師の中にいる。彼は時々情緒が不安定になり気が狂ったように踊り出すが人に危害は加えない。だが少しだけ気性が荒いようだ。皆さんもぜひ古のゆるキャラを探してみてはいかがだろうか。